パリ五輪は3日、バレーボール女子1次リーグ B 組最終戦で世界ランク7位の日本代表が同20位のケニア代表にセットカウント3対0でストレート勝ちを飾った。今大会初勝利を挙げ、通算1勝2敗でグループ3位が確定。決勝トーナメント進出にわずかに望みをつないだ。4日に行われる米国、フランス戦の結果で進出可否が確定し、 今大会限りで引退を表明している古賀紗理那の現役生活も左右することになる。チーム最多16得点を挙げた試合後はチームの集合写真で泣き崩れ、思いが溢れた。この日もエース兼主将としてチームをけん引した小賀。アタックに、ブロックに、そして声で懸命に盛り上げた。長年日本バレエをけん引してきた存在であり、 日本のゴールデンタイムの中継とあって大きな注目を集めた。初戦のポーランド戦を1対3で落とした日本は第2戦のブラジル戦でストレート負け。各組上位2カ国と3位で成績上位2カ国が決勝トーナメントに進出する条件で、この日は絶対条件のストレート勝ちを収めて、古賀の現役生活の延長に希望をつないだ。しかしか 全ては4日にフランスが米国にストレート勝ちするのが条件。試合後は気丈に振る舞っていたが、チームメートで写真撮影を終えると立ち上がれず、コートに突っ伏して泣き崩れた。中継局のインタビューでは、今日勝って最後かもしれないし、最後じゃないかもしれない。みんなで気持ち立て直して勝つことができてよかったと吐露した。3試合連続のチーム最多得点、今日はキャプテンとか考えず、 バレーボールが大好きな古賀紗理那として戦いましたと涙した。一次リーグの3試合を振り返って、厳しい戦いが続いて、チームとしてもきつかったけど、チームで気持ちを立て直して戦えたのが良かった。次戦の可能性を問われ、今日が最後だったかもしれないし、最後じゃないかもしれない。もう一度、気持ちを入れて戦っていきたいと前を向いた。